物価高が続く中、学生を支援しようと、東北工業大学で食堂のご飯の価格を通常の半額ほどにして提供しています。今日から3日間限定で始まったお米祭りと名付けられたイベント。物価高が続く中、学生にご飯をお腹いっぱい食べてほしいと、卒業生が多く就職している北海道の建設会社が、県産の一目惚れ300キロを提供しました。ご飯は M サイズが通常110円が50円に、日替わり丼は430円が380円に割引されています。まあ、なかなか外食厳しいところで、こうやって安くしていただけるのは本当にありがたいと思います。3日間すべて利用したいです。ぜひこの機会に大盛りのご飯をですね、食べていただいて、勉強、大学生活、そういったのを楽しんでいただければなと。